サンドロ・ボッティ・チェッリ。サンドロ・ボッティ・チェッリ。1445年3月1日。から1510年5月17日は、ルネサンス期のイタリアのフィレンツェ生まれの画家で、本名は、アレッサンドロ・ディ・マリアーノ・フィリペービ。アレッサンドロ・ディ・アイ・マリアーノ・フィリピッピーと言い,い、ボッティ・チェッリは、兄が太っていたことからついた、小さな孫という意味のあだ名である。ボッティ・チェリ、ボッティ・チェリ、ボッティ・チェリ。 ボティチェッリなどと表記されることもある。初期ルネサンスで最も業績を残したフィレンツェ派の代表的画家、フィリッポリ一匹の下で学び、メディチ家の保護を受け、宗教画、神話画などの傑作を残した。1492年、メディチ家当主ロレンツォ・デ・メディチの死後、ドメニコ界の修道士サボナローラが、フィレンツェの腐敗を批判し、姿勢への影響力を強めた。 そのためボッティチェッリも神秘主義的な宗教画を描くようになる。ボッティチェッリはサボナローラの反対派からの画の注文もよく受けており、こうした事実は彼がバザーリの印よりはっと自由な立場にいたようである。この時期以降の作品は制裁を書くとして評価は高くない。1501年頃には制作を止める。フィリッピーのリッピは彼に支持していた。 ギリシャ文化に純粋に系統したと見られる、春、ビーナスの誕生を描いた。その後400年にわたり、忘れ去られてしまい、やっと受け入れられるようになったのは19世紀末だった。それまでヨーロッパはボッティチェッリを受け入れるだけの多様性の素地に欠けていたため、その名はあまり知られることはなかった。19世紀イギリスのラファエル全派に注目されたことから名声が広まったという経緯がある。 サンドロボッティチェッリは、フィレンツェのヌーバ通り、ゲンポルチェラーナ通りに誕生した。四人兄弟の末っ子として、貧乏ではないものの質素な家庭で育った。父マリアーノ・ディバンにフィリペーピは、川なめし職人で、サントスピリト地区の近くに工房を構えていた。実際、ポルチェラーナ通りのあるサンタ・マリア・ノベラ地区の、住人の区は同様の仕事をしていた。というのも、 アルノ川とムニョーネ川に近く仕事に有利だったためである。サンドロに関する初期資料は土地大帳の届出によっている。土地大帳には家主が自らの財産、収入、支出、さらに家族構成等を申告することが義務付けられていた。1458年の土地大帳にマリアーノ・フィリペーピーは四人の息子、ジョバンニ、アントニオ、シモーネ、サンドロを挙げている。 なおサンドロは十三歳で病弱、弁学中と記されていることから何人かの学者はサンドロは病気がちの幼少時代を過ごしたために内向な性格になりそのためにいくつかの作品に陰鬱な雰囲気を読み取ることができるのではないかと推測している兄のアントニオは金細工の仕事をしていたそれゆえサンドロは彼の工房で 芸術家としての初期教育を受けた可能性が高い。一方、バザーリがボッティチェリ伝で述べているように、父親の友人ボッティチェドの工房で見習いしていたという仮説は排除すべきであろう。というのも、今日に至るまで該当する時期にフィレンツェにこの職人がいたことを証明する、いかなる資料的証拠も存在しないからである。 ボッティチェッリの真の意味での修行は1464年から1467年までのフィリッポリッピの工房においてであった。ボッティチェッリも数多くの徒弟たちと共にプラーと大聖堂の礼拝堂にて一連のフレスコが聖ステファノと洗礼者聖ヨハネデンを制作中であったフィリッポリッピの下で修行をした。この時期ボッティチェッリにより制作された一連の聖母像には 師匠であるフィリッポ・リッピの影響がとりわけ顕著であり、いくつかの作品は、リッピの聖母子、1465年、ウフィッツイ美術館像を忠実に習っている。ボッティ・ジェッリに帰属される最初期の作品は、聖母子と天使、1465年頃、ステゴ養育院像である。この作品は、リッピの同時期の作品との類似性が極めて顕著であり、 むしろ模写であるかのようである。同じことが、聖母子と二人の天使、1465年頃ワシントン、聖母子と天使、アジャクシをフェッシュ美術館にも言える。フィリッポリーピの工房を後にし、スポレートへ向かったボッティチェッリは、アントニオ・デル・ポンライオーロや、アンドレア・デル・ベッロッキオの工房に出入りし、彼らから影響を受けることで、海外様式を徐々に進化させた。 ベッドッキオの影響は、1468年から1469年にかけて制作された一連の聖母像、バラエンの聖母、ウフィツイ美術館像、セラフィムの聖母、ウフィツイ美術館像、聖母子と天使たち、ナポリ、カポディモンテ美術館像に顕著である。これらの作品の中では、人物像は窓のような絵画の縁ギリギリのところに、 遠近法的に配置されており、背景の建造物は関連的空間を規定している。構図はそれゆえ段階的に進化しており、遠近法で描かれた理論的空間と前景の人物像からなる現実的空間との間をつなぐ役割を果たしている。1469年の土地台帳が示している通り、その時すでにボッティチェッリは自らへを 持ち独立して仕事をしていた。1470年10月9日、シフィリッポリッピがスポレートで亡くなり、同年ボッティチェッリは自らの工房を構えた。同年6月18日から8月18日まで、彼は初めて公的注文を受けて働き、高い名声と反響を受けた。フィレンツェの商業裁判所のスパデリエラ、背もたるために制作した5大きなことである。 このパネル側ピエロ・ポンライオーロが制作した一連の七徳にはめられることになっていた。ボッティチェッリは、ポンライオーロが提示した計画案を知っていたが、それとは全く異なる方法で制作した。ピエロが用いた大理石製の質素な席に、豪華に装飾された玉座を描き、司法官の務めに関する道徳的特質を喚起する奇抜な形態が取られた。つまり、 この美徳を持つのに必要な大切なものを象徴的に表したのである。建築はそこに座る女性の堅固で、長所的で、とりわけ美しい姿を一体になる。ボッティチェッリは、初期の模範から徐々に距離を置き、彼の同時代人たちの様式から本質的に異なる様式を生み出す子で、当時のフィレンツェの芸術における唯一無二の存在となったのである。 1472年にボッティチェッリは、フィレンツェの画家新人会であるセールカ組合に登録し、彼の友人であった15歳のフィリピーノ、リッピ、シ・フィリッポ・リッピの息子を組合に登録するよう進め。フィリピーノは、後に親友となるだけでなく、彼の一番の協力者となる。この時期に、セイ・セバスティアー元、サンタ、マリア・マジョーレ教会は制作された。この作品においてボッティチェリは、 プラトンアカデミーの哲学への接近をすでに示している。マルシリオフィチーノ及びアーニョロポイツヤーノにより、進行されたメディチケの周辺の学者サークルの中では、現実は二つの大きな原理の組み合わせとして見られていた。つまり一方は神であり、他方は不動の物質である。人間は、それゆえ世界の中で特権的な位置を占めていたというのも理性を通して、 神の感想に到達しうるからである。しかし同時に、自らの本能に従い物質性にとらわれるなら、最も低い状態へ退く、可能性もあった。この作品でボッティチェッリは、体の美しさを賛美するにとどまらず、世俗から成人を切り離し、周囲の光によって、彼を空へ、超越へ近づけている。ユーディットデン、1472の描かれた二連祭壇画は、 ボッティチェッリが死から学んだことの総括であろう。一枚目のホロフェルネスの遺体発見では人物像の明快な造形性、鮮やかな色彩、場面の強調された表現性においてまだポンラヨーロの様式への参照が顕著である。この一番目のエピソードを特徴付けるドラマ性と暴力は二番目のエピソードベトゥリアに帰還するユーディットでは完全に消え去っていて、 むしろ牧歌的で立派風の様式である。1473年から1474年にかけて制作された東方三博士の礼拝はアナモル法ス画法の1、例である。この作品を見るにはそれを水平に置く必要がある。1470年代にボッティチェッリの様式はすでに外観を十分に示している。後に続く彼の作品は メディチ家の重鎮からの大型移植によるもので、人文主義的、哲学的主題によって、豊かさを増していく。シンプラトン主義者たちは、この時期までに得られた古代文化を、説得的方法で再評価することで、古代文化が包含する、異教性を非難するキリスト教と、人文主義の運動の最初期の支持者との間に生まれた、亀裂を埋めることができた。彼らは、倫理的も反として、 古代の美徳を積極的に提案しただけでなく、キリスト教の理想と古典文化の理想とを一致させるに至った。これは、プラトンや前キリスト教社会の深遠な宗教性を主張していた神秘主義の様々な風潮に影響した結果であった。表彰芸術に与えたこれらの理論の影響は、甚大であった。美容予び愛は、新プラトン主義の芸術の中心的な主題となった。 というのも、愛に突き動かされた人間は、物質世界の再開から、精神の最高位にまで到達し得ると考えられたからである。このようにして、神秘主義は完全に復活し、性的主題と同等の権威が与えられた。それゆえに、世俗的な性格を持つ装飾は、大変普及したのである。異教のオリンポスさんの最も罪深き女神であった、ウェヌス、ヴィーナスは、 シンプラトン主義者たちにより完全に再解釈され、芸術家たちにより最も頻繁に描かれる主題の一つとなったが、それは二面的な性格を持つものであった。一方は天空のウェノスである。これは精神的愛の象徴であり、人間を宗教的苦行へと導くものである。他方は地上のウェノスである。これは本能性の象徴、情熱の象徴であり、 人を貝へと押し戻すものである。よく描かれた、もう一つの主題は、上位の原理と会の原理との闘争であり、例えばウェイヌスによりなだめられた軍神、マルスやヘラクレスにより倒された怪物など、人間の精神の連続した緊張状態、つまり、美徳と悪徳との間で葛藤した状態を表した。すなわち、人間は、素質的には善に向かう傾向にあるが、 完璧な状態を保つことができなかったり、時に本能によって理性を失う危険に陥ったりする。こうした個々人の限界を自覚することに、シンプラトン主義者の実存的なドラマは由来しており、一見到達不可能な状態を生涯にわたって、追いかることになるということに意識的なのである。ボッティチェッリは、シンプラトン主義者たちの友人となり、この考えを完全に認めたため、 彼らにより理論化された美を自らのメランコリックで感傷的な性格により個人的な解釈加えながら視覚的に表現することができた。ただしその解釈は同じ文化的環境とつながりのあった他の芸術家たちにより提案された解釈とは必ずしも一致するものではない。1474年、ボッティチェッリはカンポさんと共同墓地。 オフレスコ画で装飾するため、ピサに招聘された。彼の力量を見るため、祭壇画として、聖母飛翔天を描かされたが、結局カンポさんとの装飾を移植されるには、至らなかった。理由は定かではない。プリマベーラと、ビーナス、ウェヌスの誕生の作者として著名である。異教的、感能的なテーマの絵画であり、フィレンツェルネサンスの最盛期を告げるものである。 プリマベイラは近年の修復の結果、オリジナルの華麗な色彩が蘇り、従来、ススに覆われて、はっきり見えなかった多くの草花が、ビーナス、ウェヌスの立つ地面に書き込まれているのが見えるようになった。研究者によると、これらの草花のほとんどは、今でもトスカーナ地方に自生しているという。他になど多数、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。